はい、じゃあ皆さんこんにちは。はじめまして、西岡です。宇佐部さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回初めて参加させていただきます。ちょっといきなりおじさんバンドで申し訳ないんですけど、皆さん今日やってらっしゃった曲の原点っていうのは、まあ、あのフォークというのはあのボブ・デュランとサイモン・ガーファンクっていうのだと思うので、まあ、それが彼らがいなかったら今の曲につながってないと思うんですけど、その原点の曲を今日はやってみようかなというふうに思います。聞いたことないかもしれませんけれど、昔のフォークです。それでは行ってみましょうか。68年に出た曲です。ですから皆さんが生まれる前の曲だと思うんですけれど、私は3ヶ月ぐらいなんですね、まだ小倉先生のところで。で、実は宇佐部さんとは我々菊名に住んでるんですけれど、菊名に M2 というですね、音楽スクールがあって、そこで一緒でした。でそこで3月まで私もやったんですけれど、ギターのせいで変わったんでどうしようかなと思ったら、家の前歩いてると急にですね、なんか小倉スクールって書いてあったんですね。ギタースクールって、こんなとこギタースクールあったかなと思って、でそれでウェブで調べてみたら、なんか
若い先生がやってらっしゃるっていうんで、じゃあそれで行ってみようと、わずかですね5件ぐらいなんですよ。でそれで初めて会うのが3ヶ月前ぐらいです。で宇佐橋さんともその M2 のスクールの発表会で昔のジェームス・テイラーの曲歌ってらっしゃったので、なんか話通じそうだなと思って、でそれでやってみましょうかっていうのがきっかけで、ですから我々3ヶ月前に結成して、結成したというかまだちゃんとしたユニットじゃないんですけど、それで今回人様の前で歌うのは全く初めてで、練習場所は菊南のマンションの宇佐橋さんの地下の、部屋というところで人様の前でやるのは今日が初めてです。ちょっとそんな昔の曲をやってみます。次はですね、サイモン・ガンファンクルの、サードアルバム66年の、スカブロフェアというですね、有名な曲が入っている曲に入っていたコンモラド・ポワンドという曲です。I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On the tour, one night stand, my suitcase and guitar in hand. Every stop is neatly planned on a poem and a one man band. All over the band, every shower.スクールの生徒じゃないですが出させていただきましてありがとうございます。次はですね、誰でも多分皆さん聞いたこと絶対一回あると思うんですけど、私は中学校の時でしたがね、これ聞いて腰抜かした記憶があります。で同じコメント、さだまさしさんがね、テレビでおっしゃってて、やっぱりさだまさしさんもこれを最初に聞いた時は腰抜かしたって言ってましたけど、すごい曲があるもんだなと。でこれはサウンド・オブ・サイレンスという曲なんですけれど、サイモン・ガーファンクルの最初のアルバムに入ってます。ですけど最初は全く売れなくて、でそれシングル版でエレキギターのバージョンを加えてからようやく流行ってでヒットして、それでまたリローンチされて66年サンドサイレンスってアルバムに、収録されて、あと映画では卒業とかいうアルバムね、めちゃ知らないですけど、そんな青春映画に、使われた曲です。Hello darkness my old friend, I come to talk with you.
Stop.